一番最近気にしてるのは体の使い方です。僕どちらかというと手で回転をかけてたんですけど、バックの時は。でも今は意識してるのは股関節をすごい意識してます。大きくこの足を使ってとかってやるとなんかすごいバランスもタイミングも取りづらくて、でも今一番いいのはこの股関節をちょっと入れて動かしてあげるぐらいの感じでやるとすごいスムーズに体重移動ができるようになったので、それとこの手首とか打球点を合わせるようにするとよりスピードの出る、そして戻りとか待ちとかも速くなるので、股関節を使うことが今すごく意識している。